色子内親王、色子内親王、色子、色子、色のりこ内親王、旧安五年、1149年から、兼任元年一月二十五日、1201年三月一日は、平安時代末期の巫子、鴨も院である、新三十六河川、女房三十六河川の一人、小白川天皇の第三王女、母は藤原茂子、 藤原末成の女で、主格法神皇、良子内神皇、陰府門院、高倉宮、持人は、同母兄弟。高倉天皇は、異母帝に当たる。茅屋祭院、大井の御門祭院とも呼ばれた。法皇少女法。平治元年、1159年10月25日、内神皇宣言を受け祭院に牧場。以後およそ10年間、顔元年。 1169年7月26日に、病により、退下するまで、か神社に奉仕した。退下後は、母の実家高倉三条大、その後父、御白河院の宝珠寺でない、かやごを経て、遅くとも、元略2年、1185年正月までに、おば、八条院、古内親王のもとに身を寄せた。同年7月から8月にかけて、 原略王自身とその余震でとの混乱が続く中も、八条院におり、純三宮宣言を受けている。八条院での生活は、少なくとも、文治六年、千百九十年正月までは続いた。後に、八条院とその有志の姫宮持人王,王女、四季市内神皇の名を図そしたとの疑いをかけられ、八条院からの退去を余儀なくされた。白川押高寺殿に移り、 父、ゴシラカワインの同意を得られないまま出家した。研究三年、千百九十二年、ゴシラカワイン放漁により大井のミカドドの他を医療として譲られたが、大井のミカドドのは、苦情金ザに事実上横領され、研究七年の政変による金ザ失脚までは居住することができなかった。研究八年、千百九十七年には、蔵人大部、 立花県中夫婦の宅戦事件に連座し、落外追放が検討されたが、実際に処分は行われなかった。昭治元年、1199年5月頃から、体の不調が見られ、年末にかけてややを重くなる。昭治二年、1200年後とばの求めに応じて百種化を読み、藤原定家に見せている。その後ほどなく病状が悪化、東宮主性親王 後の純徳天皇を有志とする案あるも病のため、実現せず、兼人元年、1201年1月25日公挙。去年53年。歌人として、歌合わせや定数歌等による歌壇活動の記録が極めて少なく、現存する作品も400種に満たないが、その3分の1以上が、潜在和歌集以降の直線集に日集している。 藤原春贅の子、定家は、自称五年、1181年正月に初めて三畳台に、内心王を訪れ、以後折々に内心王のもとへ施行した。内心王家で、姉の隆児の駒使いである家しのような仕事を、行っていた。定家の日記、赤月記には、しばしば内心王に関する記事が登場し、特に皇居の前月には、 その詳細な病状が頻繁な見舞いの記録とともに、記されながら、皇居については一年後の命日まで一切触れないと思わせぶりな書き方がされている。これらのことから、両者の関係が相当に深いものであったと推定できる。ご不覚サインは、西恩寺実氏が、帝下自身から聞いた内容を語った話として、この色紙内心王の恋歌は、百種歌として、 発表される以前に、定ーに送ったものだと記している。しかし、新古今和歌集千ンジ中期によると定ーはこの歌は、評価はしておらず、千ン名にはない。こうした下地があって、やがて、定ーと内心脳は、密かな恋愛関係にあったのだとする説が、公然化し、そこから、定ーカくずに関する伝承や、コンパル全地区の代表作である洋曲、定ー等の文芸作品を生じた。 また、そのバリエーションとして、醜い要望の低下からの求愛を内心脳が、冷たくあしらった、創思創愛だったが、後鳥場院に中を裂かれた、あるいは、低下の父、春税も彼らの中を知って憂慮していた、等とう,とう、いくつもの説が派生したが、いずれも、広大の伝聞を書き留めたものであり、史実としての文献上の根拠はない。15世紀半ばから語り伝えられていたという、 低下図の墓とされる、逸話党と石本家軍が、原発船燃料の西北にある。しかし、後白河天皇より相続した白河上皇院からは遥かに離れており、根拠はない。恋愛感情とは別に、低下が、色紙内人能について記す際、しばしば、滝物傾向を噴噴たり、五段層のことありと、うんぬんと、香りや音楽に触れていることから、低下作と言われる。 松浦宮物語中の東国の姫君の人物設定が内心王に由来する高貴な女性イメージの反映ではないかとの指摘もある。ただし、うんぬんとは伝聞を示す言葉であり、直接の感想ではない。法然が聖女房あるいは、ただし女房と呼ばれる高貴な身分の二の臨重に際して長文の手紙を送ったことが知られていたが、この二が、 色紙内親王であるとする説が現れ、そこから内親王の出家の際の同士が法念であった可能性、さらには内親王の密かな死母の対象であったという推測も行われている。新古今和歌集に大量日衆すると、この時代の代表的女流歌人とみなされていたと考えられる。歌合わせ等の歌談行事への参加がほとんど記録されていない色紙内親王が、 このような地位を得た理由として、藤原春勢に支持していたこと、その後、陛下とも交流があったことにより、この時代の主流に直接触れうる立場だったことが挙げられる。ゴッドバインは、近き世の首相なる歌人として、九条義常、寺園と共に、彼女を挙げ、参院はことにもみもみとあるように読まれきとうと、称賛している。 四季市内神脳の歌に対する評価が、技巧的自然干渉的、あるいは、低価的採用的等と、両極端に分かれる傾向が指摘されるとともに、その叙情性は、泉四季部的な劇場から、玉洋風画的な、澄み切った女に純化される中間に位置するとの意見がある。また、本家取りの手法に着目して、主的なく内京と、情緒的な春庭京女の中間、 ややく内郷よりに一致するという分析もある。また、古歌からの元歌取りのみならず、和漢老英集等の監視に題材を得た歌も少なくない。生活や振る舞いに制約の多い中、作品のほとんどが百種化という創作環境において、虚構の世界に没入していく姿勢が、こうした特徴の背景にある。大分県ウェップ市館会寺には、 四季市内親王が同地で葬られたとの交渉がある。立花県中の託船事件に連座して、と追われた内親王は、領主、大友義直の内室風早前二が中高した二時間開寺において、天宮商女法として晩年を過ごし、没後同地で、ビに付されたとする。同地に立つ玄関改善寺には、四季市内親王の墓、その西南の山中には、 風早善ヤが内親王をダビに付したつかと称する遺跡もあり、観光コースにも取り入れられている。記録上、京都での病死が確実視される色紙内親王が別府で晩年を過ごしたことは、史実としてはありえないが、宅戦事件の処理に関連して内親王や他の関係者の追放先として同地が検討の対象となった可能性を指摘する見解もある。 色紙内神脳の歌集の書本は三種の百種歌を後人がまとめたものがベースとなっている。書本以上、歌集に見られる歌は計361種、実際の書本書集の歌数は結脱により少なくなっているだが、この他に色紙内神脳の作とされる歌が39種あり、総計400種の作品が残されていることになる。実際にはこの歌は大英であって、 内心のお自身の気持ちを歌ったものではないとされる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。